声聞きたいね。みんなも声聞きたいだろう。あの元気な声が聞きたいよね。よっしゃ、それじゃあ聞いてみようかね。それでは呼んでみようかね。この方です。こんばんは、あいこです。はい、どうも。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 Welcome back to Rocky Zero 2。 Yeah. How are you? How's it going? Thank you. How's your life? You're still doing great. How's your days going? No. Not English. Not English. Yeah. どうもこんばんは。こんばんは。お久しぶりです。お久しぶりですね。はい。お元気にしてますか？元気です。うん。おつけんさんは元気ですか？元気です。もう元気しかないです。本当に。よかった。はい。まあちょっとね、今日は11時過ぎての、遅い時間の登場となっておりますけれども、はい。ね、愛子さんにとってはこの時間ってのは、そうですね、うん、もうまだ7時ぐらい普通の人の感覚で7時ぐらいね7時ぐらいそうですよね。です、はい。最近も夜更かし生活というか続いてるんですか？続いてますね。あ、やっぱり相変わらず、うん、あのあもう最近ね、あの涼しくなってきたので、はいはい、あの日が昇るのが遅くなってきてるんですよね、うんうんうん、で、あ、明るくなるの遅くなったなって思って、うん、あ、遅くなったからじゃあそれまで起きてていいかなと思ってます。なるほど、はい、逆だよね、だからねそう本当にね。そうなんです。はい、さあ今日はですね、東京と大阪、はい、場所は離れてますけれども、はい、まあ、スタジオにはですね、こうテレビ電話的な機能でね、うん、愛子さんのお顔をはっきりとちゃんと見ることができているんですけれども、はい、まあ、みんなはねちょっとラジオなので見えないので、うん、僕がちょっと愛子さんファッションチェックをさせていただこうかなと思うんですけれども、まずは何からいこうかな。ヘアスタイルからいきましょうかね。ヘアスタイル、あ、今日おろしてますね。今日おろしてますね。はい、色は、色は、うん、なんかちょっと抜けてきた感じかな。そうですね、オレンジから金髪みたいになって、ね、ちょっといいですね。ちょっともヤンキーな感じ。いやいや、秋カラーなね感じですけれどもね。ありがとうございます。しっくりです。はい、しっくりですね。そして、今日もまた可愛らしい洋服を着ていらっしゃいますけど、うん、つなぎですね。あ、つなぎなんだ。はい、はいはいはい、グレーの色は、色はチャコルグレーっぽいのかな。そうですね。ね、胸のところもポケットがついていて、袖も可愛いですね。はい、ありがとうございます。はい、最近はどういうファッションがお気に入りなんですか？最近はそうですね。うん、やっぱあの秋なんで、うん、こっからいろいろこうなんか付け襟とかしたいなと思って。いいですね。はい、でオーバーサイズのスウェットとかも可愛いんですけど、ちょっとジャストな感じで、うん、ちっちゃめに着て、うん、あの。なんか秋を楽しみたいなと思っていますね。これからファッションも本番ですもんね。うん、はい、そうですね。さあ、そんな愛子さんと今つながっておりますけれども、まず最初にですね、あの、はい、我々ロッキーゼイト2として愛子さんにお礼をね、あの言わないとなと思ってまして、新曲食べたい、はい、この番組で、はい、いや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 、解禁させていただきまして、こちらこそ本当にありがとうございました。でもないです。もう本当、あの、もう一回しかないって、おつけんさんの言葉が本当にもう、はい、あのこうすごく本当その通りだなと思って、あと、あのごちそうさまでした曲をかけていただいた後に、はい、あの言葉ももう本当にすごい嬉しくて、はい、本当ですか？はい、あの後みんな、うん、あのこう私の曲を聴いてくださってる方たちがツイッターで、はい、ごちそうさまでしたって書いてて、そうなんだ、それは嬉しいな、嬉しかったです、ね、本当にありがとうございます。でも本当にこうやってね、あのラジオでね、今聴いている人たちとその瞬間を共有できるっていうのは僕らにとっても本当素敵な経験なので、はい、あの初音屋も楽屋で聴いてくださってたんですか？そうです、はい、うん、ライブが終わって、うん、もうそこからずっとあの一瞬だけこうシャワー浴びたりとかするんですけど、はい、もうドライヤーをかけながら、もういろんなこうなんか洋服着ながらパンツ履きながらずっと始まるにを聞いて、うん、なんかかかかかったみたいな感じで、もう胸がいっぱいでした。その日もなんか本当に幸せでした。いや、こちらこそどうもありがとうございました。ありがとうございました。でもね、あの今回ね、愛子さん、あの、はい、食べた愛と私たち両 A 面という非常に贅沢な、はい、はい、いや、
こんな嬉しいことはないです、本当に。ねえ、だからめっちゃ嬉しい。もう両方の曲にたくさんリクエスト毎晩集まってて、ありがとうございます。だから一日にね両方の曲食べたい私たちとですね、かける日も結構続いております。ありがとうございます。ねえ、いやいや嬉しい。でもこうして両 A 面っていうのもまた贅沢な経験というか、いやこんな幸せなことないですね、本当に。ツアーを今やっているので、そのツアー中にシングルを切れるっていうか、その発売することができるっていうのも、もうすごい贅沢というか、幸せなことやし、今回はこのカルビーのポテトチップスと、その NHK のドラマのコミさんはコミショーですの、主題歌のお話をいただいて、もういただけたからこそ発売するきっかけをくださったというか、だからもう本当感謝しかないですね。でもこの食べたい、そして私たち、発売に昨日なりましてね、もうみんなもたっぷり聞き込んでいるので、感想などもいろいろと番組に届いているんですけれども、今日はご本人、愛子さんにいろいろと聞いてみたいと思います。この両 A 面ということですので、この2曲それぞれについて、ちょっと感想とか、話を聞きたいなと思うんですが、まずは食べた愛から行こうかな。曲の内容からいきますと、これは片思いの歌っていうことだと思うんですけれども、ただこれなんとなく2人がこうつながっているような感じっていうか、内容もね、向こうで何飲んでるのとか、どんな服着てるのっていうことから、遠距離恋愛なのかなっていうのと、僕の中でこうキュンとするポイントは、私と今喋ってて大丈夫っていう語りかけだったりとかするんですよね。だからこの2人の関係っていうのは、いろんな感じに取れると思うんですけれども、例えば女性側がすごく強く思ってて、向こうは何とも思ってない片思いの関係だとしたら、これまた切ないし、で食べた愛、タイトルにもありますけれども、食べたっていう言葉がまたポイントなのかなっていうふうにも感じます。食べたっていうのはいろんな捉え方があると思うんですけど、その言おうとした言葉を飲み込んだっていう、ね、歌詞にも言えそうで言えないとかありますけど、と同時に、呆れて食べた愛、ここにタイトルのねフレーズが出てきます。そうするとこう味わって、もうなんか呆れて食べた愛っていう、ちょっとこう諦めもありながら自分の中でも消化してるっていうような感じもするんですけれどもね。そうですね、なんか、食べた愛は、もう私の中では、なんて言うんですかね、好きな人と向き合うっていうより、もう重なりたい、一緒にもう一個になりたいみたいな、気持ちを、恋愛をすると、好きな人をこう、前にすると、なんか向き合うというよりこう一つになりたいなっていう気持ちがあって、なるほど、そのもう食べてしまいたい気持ちをもう食べて、体に全部染み渡らせたいなっていう気持ちがあって、食べたいっていうタイトルにして、でこの曲の中のなんかこの、片思いしてるこう自分はなんかもううまくいかへんな、これ無理やなっていう恋愛というよりかは、なんかこの恋愛して片思いしてる気持ちを楽しんでる瞬間を切り取って書きたくて、なんかそうやって切り取って楽しいなと思ってる瞬間って、なんか、前向きじゃないですか。前向きな時って、もうなんかいろんなことあるけどやっぱ好きやしなっていう、そこに行き着いたところをなんか曲にしたいなと思って、作った曲ですね。なるほど。この曲のイントロのピアノの上に乗っかっている、あのシンセなのかな、あれもいいですね。あれは遠見さんが積んでくれ
くれました。そうなんだ。そう、あの私がそのイントロでじゃんじゃん、あのデモテープで、はい、あのピアノのイントロを弾いてて、そこにあの東美さんがアレンジで、はい、あのプラスで付け加えてくださったというか、なんかこうなんとなくこうイメージはあったんですけど、うん、それをまたさらにあの東美さんがこう色をカラフルにしてくれた感じがすごいします。なるほど、はい、はい、じゃあ続いて私たちの方に行きたいと思います、はい、まずですねタイトル、うん、私たちなんですが、これ女性が自分を指す言い方では私と私とあると思うんですけれども、うん、愛子さんは、うん、私が多いというか常に私、そうですね、私のせい、はい、私の向こう、はい、いつも私は、はい、そして私たち、私だ勝手に私四部作ありがとうございます、と言わせていただきたいと思いますけれどもね、ほんまや、私や私、はい、これはきっと、うんうん、愛子さんのこだわりというか、うん、私ではなくて私というところにあるのかなと思うんですけれども、はい、そうですね、うん、あの曲を書き始めたのがその初めて書いた18とか19ぐらいの時だったんですけど、はい、うん、その時自分のことを私と呼ぶには、はい、まだこうその自分がそこに到達してない感じがして、はい、私ってすごくお姉さんのイメージだったんですよね、うんうんうん、大人なイメージがその私で、でもっとこう自分をこう言いたいって自分のことを伝えるのは、うん、やっぱ言葉のその文字とか、うん、その字面とかそのあはあいやあかなみたいな私だなって思って、うん、あの私にしたじゃないかなって今振り返るとすごく思います、うん、なんか私だとすごく大人びてたなってその頃は思うのと、うんうんうん、あとはなんか自分の曲にある自分ってやっぱこういつまでたってもこう年齢がその実年齢とこう異なったりするんですよね、はい、ですごい恋愛する時ってなんかいくつになっても悲しいし切ないし嬉しいし、うん、それってなんか子供の頃にこう初めて経験した時と同じような感覚を今でも味わうことができるので、はい、私なのかなってすごい思います。なるほど、はい、この歌詞の内容にちょっと参りますと、うん、すごく近くにいたのにちょっと離れてしまったけどまだ近くにいるような関係なのかなと思ったりもするんですけれども、好きになって嫌いになってですね、だんだんすり減っていくというか、うん、でもつながっていて、でも進んでいって、で苦手なことに向かっていくんですよね。そうです。曲を聴いているとすごく自分のおそらく聴いている一人一人の中で愛子さんの曲っていうのはあの物語が浮かび上がってくるようなすごく不思議な魅力的な歌詞だなって思うんですが、あのこれはそうですね、うん、これはこの曲ができたのは、うん、13年ぐらい前、12年とか、そうなんだ、あの最初のその1番ができたのはそれぐらいの頃で、2番の歌詞ができたのは今年なんです。で、何年後、うん、そうなんだ、もう十何年のこう間があるんですけど、はい、この曲を作ったきっかけは、うん、あのその女友達の、うん、その女の子の大切な人を、うん見てすごいこう一生懸命自分のこう光を求めて頑張ってる人がいて、はい、その人のこと私もすごい尊敬してて、うんうん、同じように自分も頑張りたいって、でも大切で仲良しなんやけどあまりにこうなんか輝いてるからなんかうまく自分を表現できなかったり近づけなかったりなんか思ったことを言えないようなそれぐらいこうなんか輝いた友達がいたんですよね、その人をこう思って書いた曲だったんです。
でお互いこう全然違う仕事なんですけど、仕事っていうか、まあ、私は音楽で、その彼女は違うことをしてて、でも同じようにこう好きなものを続けるために頑張っているその気持ちが一緒だったので、その感情をあの曲に残しておきたいなと思ってその当時書きました。あ、そうなん。いや、歌い出しのこの何してるという問いかけが、今その話を聞く前とちょっと雰囲気が違う、気持ちが違うんですけれども、ドキッとしたんですよね。何してるっていう、このそうですね、なんか本当になんかあれだったんです。女子なんやけど、もう女子じゃなかったっていうか、人間、こう男性でも女性でもなかった憧れの人みたいな感じで、あの本当に愛ちゃん何してるってそれだけのメールをくれたりとか、あの今日も好きだよとか、そういうこう恥ずかしくて言えないことをちゃんと言葉にして伝えてくれる人。すごい素敵で、こうそれをこう形にしました。なるほど。はい、ね、いや両方ありがとうございます。ありがとうございます、話していただいて、ではじゃあ、このね両方今食べた愛、そして私たち、聞きましたけれども、お話を、曲はどっちでしょうか。じゃあやっぱ今お話ししたので、私たちから行きましょうか。はい、はい、お願いします。わかりました。じゃあ、はい、愛子さん曲紹介の方よろしくお願いします。はい、昨日発売になりましたニューシングルです。愛子で私たち。朝方に来たとても短い穴
子、私たち。リクエストもたくさんいただいております。